藩藩は諸行が治める領地及びその統治組織のことである。古代中国の州で王室を護衛する諸行を藩と呼んだのが由来とされる。展示で国を作法された諸侯一藩及びその領地を指すようになった。領地のことは藩国とも呼ぶ万国とも。藩という語は襲大信頼に使われたが日本と違って固有名詞として 藩のように使われることはほとんどない。例えば、東高藩から古代十国にかけて地方に拡挙した、節度市勢力を藩鎮とんだが、この諸藩の領地を呼ぶときには、のりたけ節度氏の主前中、加藤節度氏の利活用というように、地名、節度氏名で呼び、のりたけ藩、加藤藩とは呼ばない。新代の辺境の藩独立国だった三藩が有名だが、この諸藩も、 朝廷から賜った王号で呼ばれ、藩とは言わない。日本史で言う藩は、江戸時代に一万国以上の領土を保有する、封建領主である大名が支配した領域と、その支配機構を指す、歴史用語である。江戸時代の儒学者が、中国の制度になぞらえて用いた看護的故障に、由来する。藩という故障は、江戸時代には公的な制度名ではなかったためこれを、 用いるものは一部に限られ、元禄年間以降に参見される程度だった、新井白石の、藩官府、徳川三木等、明治時代に初めて交渉となり、一般に広く使用されるようになった。もともと、藩という語は、古代中国で天使である州の王によってある国、同時代の家国で国とは、言うと称せられる、都市国家に封建。 既存の都市国家の統治制度の追認、もしくは親修正力の属組織単位での軍事入植された諸公の支配領域を指し、江戸時代の儒学者がこれに名づらえて、徳川将軍家に服属し将軍によって領地を与えられた、と観念された大名を諸公、その両国を藩と呼んだことに由来する。あくまで、江戸時代には藩の語は、儒学文献上の別称であって、 公式の制度上は、藩と称されたことはない。当時の江戸幕府は、大名領は、領分、大名に仕えるものや大名領の支配組織は、家中などの故障が用いられていた。いずれも、その前に、大名の名字もしくは拠点、城、陣屋所在地とする地域名を冠して読んだ。今日の歴史学上では、大名領及びその領地の支配組織を、藩、 藩の領主である大名のことを藩主、大名の家臣のことを藩主ということが多い。同じく現代歴史用語として藩に対して幕府の直轄領のことを天領と呼ぶことも多い。ただし天領も藩と同じく明治以降の交渉である。さらには幕藩体制の研究者の中には豊臣政権における大名領国を藩もしくはその前身と捉え、 藩の成立を、豊臣政権もしくはその前の織田政権に遡って考察する考え方もある。しかし、この藩について、当時の人々が実際に何と故障していたかは、詳しくはわかっていない。幕府からの命令は、藩主個人名、例えば、長州藩の場合は、松平大前大武殿に当てて出されており、各藩側も、自藩と他藩の区別さえできればよかったので、当家。 竹などの故障で十分だったと考えられている。藩主についても、藩主とは呼ばれず、例えば、仙台藩主であれば公的には、松平陸守下来と称された。また、藩主よりも法地名に、公を付けて呼び表されることが多かった。例えば、仙台公、尾張公、姫路公といった具合である。藩の内側は、将軍と江戸幕府の権に、 権力の枠の内側で一定の自立した政治、経済、社会のまとまりを持ち小さな国家のように機能した。藩は守護大名が荘園や公領を解体し、これらに所領を持ち一気名役で組織された創尊を権力基盤とする国人級の武士や武士化した名思層、地座村洋悲観化し一円的領域支配を築いていったことに始まる。これは 荘園の預かり書や、高齢の国画機構といった中性的な公的、秩序機構を基盤とする、室町時代以前の武士の所領支配とは異なった、新しい支配の形態であ。こうした、社会変動を乗り越え成功した守護大名やその下で、現地支配実務を担った、守護大ら中間管理職的家臣らから成長した、戦国大名は領域に自生した一気的名役。 共同体を直接掌握することで一円配をさらに押し進める一方、家臣である配下の武士を城下町に集めて強い統制下に置く傾向が始まる。織田信長は取り立てた武士の所領を勢力、進展とともに次々に動かし、豊臣秀吉は徳川家康ら服属した戦国大名を彼らの地盤である両国から八上式に新領土に違法させたので、 安土桃山時代に武士と百姓館の職業的、身分的な分離が進み、関ヶ原の戦いと江戸時代初期の大大名の盛んな、カズオ、違法によって完成された。藩主である武士を城下町に集めて、軍人、管理とし、彼らの支配のもとで城下町周辺の一円支配領域に、ある村に国高を登録された百姓から年貢を、現物徴収して、藩と藩主の財源や、 藩士の給与として分配する形態が藩の典型であるが、徳川氏によって新規に取り立てられた小藩の中には支配する領地が飛び地上に拡散していて一元的な支配が難しいものもあった。また、非前の安倍島家の統治において藩士家一門や旧主流蔵寺家一門からなる重臣層が直接統治する領地を構えたことに見られるように、西国遊藩にはしばしば戦国大名的な 統治機構を温存させて異例が散見された。1868年、明治元年に、明治新政府が旧幕府領を天皇直轄領、天領として、府、県に編成した際に、大名領は天使たる天皇の藩であると観念されたこともあり、藩は新たに大名領の交渉として採用され、藩主の居所白持大名の場合は、 巨城の所在地の地名をもって、藩という名前が初めて正式の行政区文明となった府藩県三地政。翌1869年、明治二年までに藩籍奉還が行われて藩主は地藩時に改められ、1871年、明治四年の廃藩地権によりさらに藩が県に置き換えられた。これによって、江戸時代以来の藩政は廃止され、藩領は整理された。 なお琉球は、その実質的な支配者である、薩摩藩が、廃藩置県によって、剣となったことを受け、翌1872年、明治5年、独立王国から日本国に帰属する琉球藩へと改められた。以後1879年、明治12年の琉球処分まで、琉球は、廃藩置県後の日本国内において、唯一反省が行われていた地域である。 現在の県は、廃藩地県時の所見を統廃合して生まれたものだが、国主の格式を持っていた大半の場合は、かつての藩の領域と現在の県の領域が、ほぼ一致する場合がごく稀にある。不藩県産地制において、藩長の所在地をもって判明とする規則は、初めからあるわけではなかった。例えば、慶応4年旧暦2月11日に、 大中小藩の区別が制定された際の判明表では、国持ち、大臣国持ちの藩などは、旧国名をもって判明とされている。慶応四年旧暦5月15日の藩印制定の際も明治政府に提出された藩印では、旧国名を用いた藩明の藩印が多数作成されている。最終的に、藩籍奉還の際に、 藩長の所在地をもって判明とする規則が適用され、故障が被る藩に関しては、認知藩時事、または、その直後に判明が解消された。よって、加賀藩、薩摩藩などの故障も判明が定まる前には、実際に使われた実績がある。また、久保田藩は、江戸時代の藩主の官位として、秋田自重があり、母親戦争の際も、軍名由来の秋田藩を名乗り、 秋田藩院とする藩院を明治政府に提出しているが、藩庁所在地を藩名とする原則が徹底されたことにより、久保田藩が正式な名称となった。藩としては、歴史的に使われた名称である、秋田藩と呼ばれることを願い、城下町の名称を久保田から秋田に変更した上で、藩名を久保田藩から秋田藩に改名している。明治時代以降、 歴史用語として判明を用いる場合、何を関するかで3通りの捉え方があり、それぞれに異なる命名法として並存している。その3つとは、所領、旧領制国名義など、大名、城下町である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。